龍馬の駒の例。龍の作りの部分が、根がなく、下に下ろされる書体で、下り龍を表す。龍馬、龍馬は、将棋の駒の一つ。本将棋、小将棋、中将棋、大将棋、天竺大将棋、大大将棋、真下大大将棋、大将棋、大極将棋に存在する。龍と、龍とは異次体の関係にあり、龍馬とも、龍馬とも表記される。 実在の将棋の駒には通常、龍馬と表記されている。一方、日本将棋連盟では活字にする場合には、常用漢字である龍の字体を採用して、龍馬と表記するのを正式としている。なお、本将棋の駒では、龍の字の作りの最後のがの、真似がなく、下向きに下ろされた崩し字が使われることが多く、これは下り龍を意味している。ただし、 龍馬の文字が崩されていない書体や、崩し字であっても、竜王と同じ、上り竜になっている書体も一部の書体に存在する。馬と略す。格行の聖句としてのみ存在する。桂馬と紛らわしいため、聖格と呼ばれることもある。また、聖格との対比で格行を、生角と呼ぶこともある。英語では、プロモーテッドビショップ、または、ホースと略され、略語は B。 または英知、英イ中将棋では、馬と略す。生コマと、聖句とがあり、格行の聖駒馬。駒コマの両馬はなると、住みたか。大々将棋では、猫人の聖駒馬。駒コマの両馬はなることはできない。格行、猫人、縦馬の聖駒馬。駒コマの両馬はなると、住みたか。ありがとうございます。